筑波山などと共に連邦を形成するカバ山に対する金山信仰に基づく神社だった。旧社格は豪社。カバ山山頂からやや北に隔たった尾根筋日本殿が鎮座し、さらにその北方に拝殿がある。また、東西の両山麓にそれぞれ要拝殿としての里宮がある。鎮座地には近接して、カバ山本宮と、親宮も鎮座。 この領宮を合わせて、カバ山権現と総称され、領宮に対して、中宮のを称し、一に中天宮とも称す。他カバ山山中に737神を祀る。周辺地域で、村内安全や、金内安全、嵐等の所在おけ、農業業等の食産工業、小佐漬け、安山の信仰を集める。明治初年までは、 文樹院という宮寺一帯の神言衆寺院で、河場山登録の石岡市北島周辺に、旧来の信仰権を有する日立国有数の主験道の霊場でもあった。社殿に、慶光天皇の時代に、日本穂高が、現在の東北地方を平定するに際して、河場山に東廃、神託により、雨の港主の陣、日の神、月の神の三神を祭り、 社殿を建てたのが宗師で、延暦二十年には、聖一大将軍、坂の上の田村麻呂も東北地方平定に際して、当神社へ戦勝を祈願し、大道元年に社殿を起死にしたと言い,い、当地へ訪れた、工房大師によって、カバ三大権現と、合されたとも、人寿二年ないしは三年の宗師であるとも言う。また、カバ三権現は、上元十七年に、 十五一下を授けられた、国志見在者の日立国蔵枝木神に否定されているが、三草神社と、指揮された胸札が残されていることから、三宮中の特に東神社がそれであるとする説もある。カバ三言言は、現在、東神社と本宮、親宮の三神社に分かれ、遅くとも近世にはこの形態であったが、社説によればこれは、 和歌山県熊野三山の祭人が誕生されて本宮、親宮の二宮が新たに創建されたためであるという。また、人山支配ではなく宮山定律の現象が現れたのはあるいは河場山が筑波山の枝峰であることから、筑波山神社の下でその地位も低く、独自の信仰を展開するまでに至らなかったためと見られ、事実信仰内容も略共通するのであるが、 とまれ近世以降は、門順を別当とする宮寺一帯の形態を通り、大塚村に祀られていた神社仏閣のほとんどの別当職を検体するとともに、道村の滅在寺として宗教的中心ともされ、合わせて古くからカバ山を修行場とした修験者を宮に所属させて呪術や家事儀等を行う山先達として組織化していた。また幕府から、 主因地五国を与えられていたが、文化頃に本社再建のための孔が結成されており、これは維持経営のための財源確保を目的とするものと思われるが、この頃を契機として山仙達の宗教行為を媒介として周辺部落に越しを巡行させたり、完成頃までに山中の修行令状を全城場として整備するとともに東廃を促す組織として、 全条項を結成させたりする等の積極的な布教活動を展開し、それが地方的に清原市所や植産といった広範な信仰を獲得する要因となったと思われる。明治元年に神仏判前例が出されると一旦神社となったが、これを回って訴訟が起こったため、翌2年5月に改めて取り決めを行って神社と神を分離し、同6年に 豪社列格、社名を、カバ山神社とし、同11年に参拝者の便宜を図って、登録の大塚村に拝殿を建立。平成16年には、再録の真壁町に、箱根大天宮山の神社の資金提供で新たな、里宮を建立した。拙者抹社等関連施設。ありがとうございます。